メディアを再生するポルトサント島ポルトサント島は、ポルトガル領、マデイラ諸島に属する島。諸島の東北端にあり、マデイラ島からは北東へ5 0トルの位置にある。主な町は、ポルトサント。人口は4474人、面積は42.17平方キロメートル主要産業は観光業である。島の南岸は、砂浜海岸となっており、 島内の二つのゴルフ場も含めて、主な観光資源になっている。島には飛行場もあり、船舶及び航空機によるアクセスが可能である。ポルトサント島は、マデーラ諸島の中で、最も初期に入植された。入植者たちは森林を切り開き、工作やヤギの放牧を営んだ。15世紀半ばには、バルトロメウ・ペレストレロが島を統治していたが、 バルトロメウが島に放ったウサギが、制御不能なほどに繁殖してしまい、食料の調達ができなくなった島民は島を一時、放棄した。島の自生植物はウサギによって全て食い荒らされ、その生態系へのダメージは以後回復することはなかった。マデーラ島よりも山が低く地形性降雨が起こりにくい、ため、降水量は、比較的少ない。ありがとうございます。